はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます、5時半になろうとしてますね。7月は8日のですね、月曜日ですね、そろそろ夜の部ですけども、ドルゴンは1382とこのあたりでうにゃうにゃ、まあでもしぶとくですね1400を守ってますね、その1380とか90のあたりでですね今攻防しているという感じですけども、やっぱしね、なんて言いますか、お隣さんがですね経済的に弱いというのはですね世界中の人知ってるんで、ね、いくら強がってみたところでお前らその違いが足りんようになるんちゃうかと思ってるわけですねまあまあその通りなんですけど、まあ頑張ってもね、やっぱりね最後は押し切られると思いますけどね、あかん時にあかんようになるというふうに思うんですけど、まあそのですね韓国は置いといてですね、中国はですね昨日がですね盧溝橋事件87周年というのがございまして、これがですね、まあどういうふうなですね式典をするかというところは若干見ものなんですね。盧溝橋事件といいますのはですね、日本とですね中国がですね、まあまあ実質的な戦争を始めたきっかけになった事件なんですね。日本がですね、そのあれです、その当時1936年やったと思うんですけども、中国北京郊外にですね進駐っていうか駐留していたんですね。なんで日本軍が北京の郊外に駐留してんねんと言いますとですね、これは1900年なんとかここでお話します、義和団の乱というでですね事件が起こるんですね。義和団の乱っていうのはですね、なんと言いましょうか、外国人がけしからんというですね中国人が暴れた事件なんですけども、義和団という、まあ、宗教団体みたいなものなんですけども、カンフーを極めればですね銃弾には当たらないみたいなわけわからんことを言うてですね、外国人を排斥せえって、外国人というのは主にヨーロッパ人のことです、ヨーロッパ系の人々のことをですね、排斥せえって、あいつらが俺たちを苦しめてるんやって、まあその通りなんですよ、全くその通りなんですけど、そう、もうやりたい放題やったわけで、当時の、まあ、主にイギリス人ですね。イギリス人とロシア人ですね。やりたい放題。まあ、フランス人もいて、ドイツ人もいたんですけど、その時は。一部はアメリカ人もいましたけど、アメリカは比較的ですね。まあ、一番はイギリス人なんですよね。一番あるんでイギリスなんですよ。で、それが北京に襲いかかったわけですね。北京のこの、いわゆる外交官、外交村に襲いかかったわけです。当時、公使館、各国の公使館とかはですね、北京のある一角にいたわけですよ。で、そこにですね、その道場、皆さん籠城してですね、兵隊さんをこうな、イタリア大使館は20人とか、アメリカ大使館は50人とかっているわけですよ。それで連合軍を作って守ったっていう事件があってですね、その時にですね、結局守りきって、あとボコボコするんですね、その岩田側を外国軍が。主に日本軍とロシア軍なんですけど、それをやったのは。その時にですね、中国政府に、おら、お前ら、えらいことしてくれたな、ほんまに、みたいな言ってやって、脅しまくってですね、なんたら議定書っていうのを作るんですね。北京政府と、当時の清の政府と、各国がですね、作ってですね、お前らまたあんなことしたらあかんやろって。しかし、北京にはですね、外国軍が駐留するという権利を得たわけです。それに従ってですね、日本軍もそこにいたわけです。それから36年間。うん、まあずっとその45年間いたんですけど、正確には。その日本軍がですね、この1936年のですね、8月ちゃう、7月の7日ですね、夜間訓練をしていたんですね。夜間訓練をしていたらですね、まあですね、その一人の兵隊さんがですね、行方不明になったんですよ。え、あいつおらへんやんってなって、ほんでこう探してるうちにですね、同じく訓練と称していたですね、中国軍、当時蒋介石に属するですね、国民政府の軍とですね、銃撃戦になったんですよ。銃撃戦に。なんかようわかりません。で、ですね、双方言い分がですね、は違ってまして、先に撃ったのは向こうやとかで言いかけるわけですね。で、どうやら真相はね、真相は共産党軍がですね、紛れ込んできてですね、
もう日本軍と中国軍の間に、ね、こう忍び込んでいく、あっちに撃ってこっちに撃ってやったらしいんですよ。どうやらね、どうやらね。ただこれは確定の、あの説ではありません。そうちゃうかと言われてるんですね。もうちゃうと言われてて、ね、どうやらそうらしい。で、まあ、ですね、それ、まあ、一応、その、行方不明になった兵隊さんが見つかってですね、双方ですね、こんなんや、こんなアホなことやめようっていうふうに、現地の軍司令官同士が、こう、平和協定みたいなのを結んで、解決を一旦するんですけども、でもなんか知らんけど、毎度毎度ですね、こう、日本軍側に打ちかけてくる銃弾があるわけですね。なやとかでやってるうちにですね、どんどん広がっていったというのがですね、真相なわけですね。で、その始まった、その最初にこう銃撃を交わしたのが7月7日ということで、この式典をですね、昨日、中国側でやったそうでして、北京市の盧溝橋近くにある中国人民抗日戦争記念館で式典が開催されたということですね。毎年やるんですよ。毎年ここからですね、9月は竜城工事件なんたらであって、で、8月15日は例のことなんでしょ、終戦のあれでしょ。でですね、毎回やってるんですけども、ですね、なんていうか、その式典のやり方でですね、なんて言いますか、と、その時点の中国側のですね、こう、対日感っていうのが現れてくるわけ。ド派手にやって日本あれ国やとかってこう非難をゴーゴーやったらですね、それはですね、中国側が対日姿勢がですね厳しいということになりますけども、じゃあ昨日はどうなったんやということだと、割とねこれはおとなしいんです。ですね、国営新華社通信が伝えた北京市トップのユンっていうの、なんていうんですかね、ユン大統領のユンですけど、ハングル読みしたら言うんですけど、北京語読みない、ノンかな。ユン・リキ、まあ、仮に言うとしようね。ユン・リキ、リキは力です。同志共産党委員会初期が主催し、遺族や学生ら約500人が参加。昨年に続き、最高指導部メンバーの出席は伝えられていないと。つまり、割と地味にあったということですね。で、その、一番えげつない時はですね、トップが来ますからね。いわゆる習近平じゃない人が。それがですね、誰も来なかった。つまり、トップクラスが来なかったということですね。で、北京市の中の共産党のトップかな。北京市トップ。北京市のトップでね、中国の場合はね、北京市長ちゃうね。北京市長を指導するのが中国共産党委員会、北京の中国共産党委員会なんです。のトップなんです。だから共産党の方が偉い。日本で言うたらですね、仮に小池さんが自民党のですね、自民党の党員で都知事をやっている人であればですね、東京都で一番偉いのはですね、小池さんではなくて自民党東京本部のトップが偉いんですという図式なんです。おかしいでしょこれ。これは中国独特ですね。昔はソ連がそうでしたけど、とりあえず党が 何つけても一番上、その下にですね行政の長がいたということですね。その行政の長をですね共産党トップが指導するんですよ。これが中国なんで、この場合も北京市のトップが一番北京で偉い人が来ましたよということです。で、割とですね地味にやっているのはですね、なんていうかね、こう日本との関係をですね悪くしたくありませんというメッセージなんですね。去年に引き続き地味にやりましたと。この前の母子襲撃事件もそうですけども、今の中国ってあんまりこう日本に対してですねガンガンとなんて言いますかね、こうことを荒立てたくないと、そういうこう姿勢が何となく見えますね。なんでかは分かりません。なんでか分かりませんけどもですね、荒立てたくないんやなという感じがしますね。なんなんでしょうね、その
そのくせ反日のですねドラマとかはですねやってるんですよ今でも、なんでやってるのかよく分かりませんけども、ですねやってるんですよ、意味はよく分かりませんけどみたいな。で、まあ日本からねこうあれが欲しいというのはですね分かるんですよ、その投資をしてほしいというのが分かるんですけども、であれば反日みんなやめたらいいなと思うんですけど、それはやめないんですよね。反日映画とか反日ドラマとか今でもやってるみたいなんですけど、で反日教育そのものもやめたらいいなって、それはやめないんですよね。だからものすごく中途半端そんなんでね日本がコロコロとね騙されるかっていう、それもうそれ30年前40年前の感覚ですけどね。でも中国人たちはそういうことでですね日本に借りを作ったんやみたいな、貸しを作ったでみたいなですね、そういうふうに考えてるのかもしれません。アホです。はい、ということで、この盧溝橋事件87年式典うにゃうにゃというのをですねアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。